さまざまな危険にさらされながらもなんとか持ちこたえてきた地球。地球のリセット力には驚かされることばかりですよね。僕たちからすれば人類の終わりが地球の終わりって感じですが、地球は人類が生まれるずっと前からあるわけで、人類がいないことくらいは大したことじゃないのかもしれないですね。では本当に人類がいなくなったらどうなるのか、今回は人類が消えた後に地球で起こることを見ていきましょう。こんにちは、ペクです。2021年時点で人類の総数は78億7500万人と言われています。今まさに人類は地球の一番の支配者と言っても過言ではないでしょう。ですがもしある日突然に人間だけが地球上から忽然と姿を消えてしまったら、地球に何が起こるのでしょうか。今回は人類が消えた後に起こる地球の変化について調べました。停電と水没。地球上から誰も人間がいなくなると、一番最初に起こるのは停電です。僕たちが普段当たり前のように使っている電気ですが、そもそもなぜ供給されているか分かりますか？電気は発電所で作られ、僕たちの元へと届きます。その間には変換所を経由する必要があり、もちろんそこで働いている人の力が必要です。人類が消えるということは電力関係の仕事をする人たちもいなくなります。そのため全世界で送電はストップし、地球の夜は闇に包まれます。さらに真っ暗になるだけでは済みませんよ。雨水やダム、地下水を管理するためのシステムも軒並みロックダウンしてしまいます。そのため水はコントロールを失い、路上に溢れ出るでしょう。最初に都心の地下鉄が数時間ほどで浸水し、36時間で完全に水没すると言われています。さらに制御不能となった水は都市の中心を支える様々な鉄骨や金属類を腐食させていきます。そのため金属製の橋や建物などはそのうち崩壊を起こし、都心の大通りは巨大な川と化してしまうのです。2. 大量の負の遺産が残る。地球上から僕たちがきれいさっぱり消えたとしても、人類が残した負の遺産はずっと残り続けます。例えばゴミや廃棄物ですよね。特に今いろいろな方面で問題となっているプラスチック類は、自然の力で分解するには何百年もかかるみたいです。ゴミの種類によっても若干異なりますが、ビニール袋で10から20年、ゴム製の靴底で50から80年、アルミ缶で100から200年、ガラス製のボトルだと100万年と途方もない年月がかかります。海洋プラスチックについては、海の生物が甚大な被害を受けていることがニュースになったこともありますよね。ちなみにプラスチックゴミが影響を及ぼすのは海だけではなく、イギリス、アングリア、ラスキン大学の研究チームが行った研究によると、プラスチックゴミを含ませた土にミミズを入れたところ、1ヶ月で体重が 3% も減ってしまったそうです。原因はわからないそうですが、人類の残したゴミが末永く地球に影響を与えていくのは間違いありません。さらに人類が消えた地球が受ける被害はそれだけではありません。人類が消えた地球には制御不能となった化学工場や石油の製油所、原子力発電所などが残されます。もしこれらが故障した場合、甚大な被害や放射能漏れなどでダメージを与えることは間違いないでしょう。人類が残した負の遺産は長い時間をかけて地球に影響を与え続けることになるのです。 3. クマが人類の代わりとなる。地球上には様々な生物が生息していますよね。人類がいなくなった地球は環境が変化し、野生動物も熾烈な生存競争をすることになるでしょう。まあ感覚的に人間の代わりになる生物なんていないでしょと思いがちですが、イギリスエクセター大学の大学院生アシュレイ・ベニソンさんが、人類がいなくなった後の後釜として驚くべき生物の存在を挙げていました。それは今まで僕たちにとって危険生物だったあいつです。その驚愕の正体はなんとクマです。なんかすごく意外なのですが、ベニソンさん曰く、人類が消えれば自然破壊がなくなるため草食動物が増えます。また草食動物を餌とする肉食動物も増えます。そうなれば比較的知能の高い生物が社会を形成する中心となるというのです。クマの知能は犬と霊長類の間とも言われていて、知能が高く記憶力などに長けていると言われているようです。そのため第二の人類として地球上を支配してもおかしくありません。他にも生き残るとされる生物はたくさん考えられており、ネズミや犬、アリ、豚、タコ、ゴキブリ、猫などが挙げられます。もちろん生物だけでなく、多くの菌や微生物も生き残ると言われていますね。ちなみに猫はペットの中で最も野生的な本能が残っている生き物と言われています。
。このように自らの力で生きる狩猟本能が残っている動物ほど生き残る可能性が高いと言えそうです。4、大自然が復活する。放射能や有害物質など人類の残した負の遺産によって地球はしばらく様々なダメージを受けるでしょう。ですがこれも永遠に続くわけではありません。有害物質も植物や微生物の力によって徐々に分解され浄化されていくと考えられています。実際チェルノブイリ原発や広島なども長い時間はかかったもののなんだかんだで復活の兆しを見せていますよね。そんな感じで壊れた自然もいつかは徐々に元に戻るのです。人類がいなくなった地球では大自然の緑が復活すると言われていますね。また冬になると雪が降ります。すると場所によって氷が張りますが除雪や除氷をする人類はすでに地球上にはいません。そのためやがてアスファルトや道路は亀裂が入ります。さらに鳥が運んできた種によって植物の種が根付き木々が育ち始めるとアスファルトやコンクリートなど簡単に突き破り木がたくさん生えてきます。もちろん雑草が生えても除草する人がいないので残されたビルやマンションなどは緑の草木に覆われ数百年で都会には緑の大自然が復活します。そのうち腐食や自然災害で建物が崩壊し地球はどんどん元の更地になっていくと思われます。さらに緑が多くなると増えるのが昆虫たちです。虫たちがより暮らしやすい環境が整いレアな昆虫がそこら辺に普通にいる環境が当たり前になるかもしれません。5、外来種が減る。環境問題の一つとして外来種が問題となっていますよね。外来種が日本の生き物を食べてしまったり住処を奪い個数減少に追い込んでしまう事態も起こっています。ですがもし地球上から人間が消えたら外来種もやがて消滅すると言われています。一体どういうことなのでしょうか。そこには脅威の食物連鎖が関係していたのです。まず都会が緑地化すると木の実や草木を餌とするたくさんの小動物が移住してきます。さらにその小動物を狙う鳥類もたくさん住み始めることでしょう。さらに草木がたくさんありますから草食動物も多く来て都会が住みやすい場所に変わってしまうのです。もちろん草食動物が増えればそれを餌とするクマなどの肉食動物も集まってくるでしょう。まさに人類消滅後の地球では真の弱肉強食が始まるのです。そんな状況の中外来種はどうでしょうか。まず人類が消えて環境が変わってしまった日本に適応できるのかという問題もありますが全国各地から様々な生き物が入ってきた場合今までいなかった天敵に出会い捕食されてしまう可能性もあります。また外来種で有名なアリゲーターガーの場合今まで食料にしてきた魚たちが別の川に逃げてしまうかもしれません。このように外来種の住処にも大きな変化は起こりやがて絶滅する可能性もゼロではないのです。地球は元の生態系に戻ろうとしているのかもしれませんね。6、大型生物が復活する。地球上に緑が増え昆虫が増えればそれを餌とする鳥類や哺乳類も一気に爆増します。そのため大型動物の復活が期待されています。かつて地球を支配した大型動物であるマンモスや大型のライオン、トラ、サイなどが人類の誕生とともに姿を消してしまいました。もし人類が消えた場合これらの動物が復活する可能性もあるのです。ある専門家はもし人類が世界中に拡散していなければ今日のアメリカ中南部はライオンやトラが、地中海地域はゾウが、北欧はサイが覇権を握っていたでしょうとコメントしています。大型動物が生態系に返り咲くためには300万から700万年ほどかかるとされていますが僕たちが見ることができない新種の生き物が爆誕する可能性もゼロではないみたいですね。7、温暖化問題は根強く残る。人類は地球に様々なダメージを与えてきましたが中でも地球温暖化の問題は根深いと言われています。ある専門家の話では人類消滅後の気候の変化までは予測不可能ですがもし工業プラントの爆発や放射能の拡散、石油の火災などが頻繁に起こった場合、大量の二酸化炭素が空気中に放出されると言っています。空気中の二酸化炭素は海が分解してくれますが、吸収量には限界があり、もしかしたら海の生物が犠牲になるかもしれません。もし海が二酸化炭素を吸収できなくなったら大量の二酸化炭素が大気に溜まることになり、極地の永久凍結が溶かされるなど、さらに大きな被害につながるかもしれません。温暖化の悪影響も永遠に続くわけではないと思いますが、地球は今までどんな環境にも耐えてきました。最終的には生存の道を自ら発見するかもしれないですね。
ということで、今回は人類が消えた地球で起こる出来事について見ていきました。すべて予測の域を出ませんが、地球が自然に戻ろうとするのは間違いなさそうです。地球にとって人類はいない方がいいのかとも思ってしまう話ですよね。皆さんは地球の未来をどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。